日本福島県郡山市田村町田村町は、福島県中通り東部の田村郡に属していた町。現在の郡山市田村町地区。このページでは、合併前の田村町と合併後の郡山市、田村町地区の両方を閉載する。東北地方最大級の前方後方墳である、大安城古墳が発見されるなど、古い時代から田村町付近を本拠地とする豪族がいたと思われる。 また、平安時代、坂の上の田村麻呂が、江戸追悼の際に森山城を築いたと伝えられるほか、江戸時代には森山藩が置かれるなど、かつてはこの地域の中心地であった時代もあった。戦前に海軍の軍用飛行場が置かれ、戦後、その跡地が郡山中央工業団地や日本大学工学部の、 キャンパスになり、それぞれ、郡山市内最大級の工業団地と市内最大の大学として、郡山市地域の産業を支えている。ただし、工業団地は東北自動車道のインターから離れているため、市の西側にある西部工業団地に移転した企業も少なくない。ちなみに、株式上場企業である、高楽園ホールディングスや、朝刈り県などは、 この工業団地に本社を置いている。国道49号が通り、郡山市内へのアクセスが比較的便利なことから、桜ヶ丘団地や東山ヒルズをはじめとする住宅団地も点在する。総数、単位、人総数、単位、世帯対案上古墳1号分。ありがとうございます。